初代順段シャクサーアブラハム・ベイリーは南アフリカのダイヤモンド王。政治家、金融家、クリケット選手でもあり、聖マイケル、聖城寺勲章を授与された。1860年に南アフリカで結婚したトーマスとアンには、メアリー、アブラハム、スザンナ、アリスの4人の子供がいました。その後、アンが1872年に亡くなった時にエーブは、 わずか7歳でした。ベイリーの母親であるアンドラモンドマキューアンは生まれつき、スコットランド人であり、父親のトーマス・ベイリーは、ヨークシャー出身でした。エーブ・ベイリーは、最初は、キー3で、後にクルーアーハウスで教育を受けるために、イギリスに送られました。1899年10月の第2次、ボーア戦争の勃発後、1899年12月下旬に、 ロンドンからの帝国志願兵の軍団が結成されました。軍団には、不評、騎馬不評、砲兵士団が含まれ、ロンドン市帝国志願兵の名前で認可されました。それは1900年1月に南アフリカに進み、同じ年の10月に戻り、1900年12月に解散した。ベイリーは1900年1月3日に騎馬不評師団の副官に任命され、 陸軍の注意に一時的に任命された。第一次世界大戦に施設特殊部隊ともいえるベイリーズ・サウス・アフリカン、シャープ・シューターズを派兵した。1902年10月にケープ植民地立法議会のバークリー・ウェスト選挙区の進歩党候補として当選セシル・ローズが首相を務めていました。彼はクリケットの選手としても活躍しており、 トランスバールで3つのファーストクラスクリケットの試合をしました。彼は1912年に行われたオーストラリア、イングランド、南アフリカの3カ国によるトーナメントの開催で重要な役割を果たしました。彼は1907年にイギリスへの旅行で最初に3カ国によるトーナメントのアイデアを提案し、次のように述べています。 帝国内のライバル関係はクリケットを国技とみなす何千人もの親族全員をより親密な関心に引き寄せることに失敗することはありません。おそらくアマチュアリズムに直接刺激を与えるでしょう。芸術への関心は彼の願望やイギリスに上陸した紳士のライフスタイルと同様に彼の個人的なアートコレクションの形成に影響を与えました。 このコレクションは主に彼のロンドンの自宅に展示され、第二次世界大戦中にイギリス北部に安全に保管するために移動されました。1940年に彼が亡くなると彼の意思の条件により彼の名前で確立された特別な新宅の保護下に彼のコレクションが置かれ南アフリカの国に移動されました。ベイリーはこの性質の移動を南アフリカに残した数少ない。 南アフリカのランドロードの一人でした。彼の特別な寄贈により、このコレクションは、ケープタウンの南アフリカ国立美術館の管理下に置かれ、1947年に最初に展示されました。絵画、版画、絵画を含む400を超えるアイテム、サーエーブベイリー像南アフリカ国立美術館で、今日まで開催された最大の遺像です。また、 世界の公立美術館が保有する英国のスポーツアートの最大のコレクションの一つでもあります。サー・エーブ・ベイリー・トラストは積極的にその維持に関与し、そしてコレクションの保全作業をしています。彼の名を冠したエーブ・ベイリー・トラベルバーサリーという奨学金制度があり毎年、英国へ海外留学するための奨学金が優秀な大学生と若い学者に授与されます。 ありがとうございます。